番やっぱり目の周りですね、アイメイク、うんうん、っていうか僕やっぱり自分の目を強調したいんで、うん、アイメイクにはちょっと力は入れないですけどちょっと注意してやってますね。視覚に訴え音楽を見せる彼らはビジュアル系バンドと呼ばれ、女子中高生や女子大生 OL を虜にする彼らの魅力とは。何語ですかこれ。キャな、イタリアマン、あ、イタリア料理かな。ケーキの名前、なんかブランド、読めない、化粧品なの。うん、もの、この、これ何だと思います、この歌う人、こんな感じ、こういうのでピーッとやった男の人かっこよく踊るのビジュアル系バンドの名前。ド派手な衣装と刺激的音楽でファンを魅了したロックバンド、パンク、ヘビメタと過激度はエスカレート。そんな中、自分たちの音楽を視覚的にも表現しようとして現れたのがビジュアル系バンドの元祖 X である。1988年、自ら設立したレコード会社からアルバムをリリースした X ジャパンの登場により、ビジュアル系バンドブームが始まる。その後、92年から95年にかけ登場したラルク・アンシェルや、あの川村隆一がボーカルのルナシーらの登場により、第2次ビジュアルブームに。ルナシーは昨年メンバー5人がソロ活動を展開、そして今年グループとして活動を再開する。そして現在、美しさでは女性に劣らないボーカルの伊沢村、メンバー3人のシャズナ。中世ヨーロッパを意識し演劇的要素を取り入れているマリス・ミゼル、アルバムメルベイユは発売とともに大ヒット。5月8日にニューシングル With You の発売が決まり、早くも話題を呼んでいるラクリマ・クリスティ、そして詩のリアリティが受けているファナティック・クライシスがビジュアル系バンド四天王と呼ばれている。精神科医町田静雄氏は彼らをこう分析する。心が大事だって言ってもね、形さえかっこよければみんなついてくるんだという、そう今の時代背景をもとにして、その自信のもとにそういうバンドを作っているんだと思うしね。それと同時にああいう形で例えば男が女っぽくなるとか、いろんなお化粧するということで、その変身願望といいますかね、そういうものを満足させてるんじゃないですかね。美醜へのこだわりっていうのは勝手ないほど厳しいです。衣食が足りたためにもうあとこだわるところは美醜でしかないんですよ。だからそこにずっと焦点が絞られていくというね、ある意味で豊かな象徴であると同時に、ある意味で軽薄な文化の象徴でもありますね。もっと綺麗になりたい、今男たちの美に対する自意識に変化が起きているという。そしてそんな男たちを認める女性、ビジュアル系バンドのファンたちに彼らの魅力を聞いてみた。ああいうファッションを真似してみたいですか。真似してみたいですね、はい、なんか笑われたりとか、なんか歌われたりとか結構なんかあります、はい、それでも好き。好きです。やり続ける。はい、もうシャズナ最高だからみんなもういざむになれって感じです。自分たちの表現したいことをこう化粧で、あ、化粧を表現したいことを伝える手段にしているところ、それが好きです。表現したいことはやっぱ化粧なくしては語れないから。たまたま好きなのがこういうことしてるマリス・ミゼルで、こういうビジュアルだったということだけなので、あんまりビジュアル系っていうのは意識したことはないです。こういう格好も含めて全て好きなんで、まあ、近づきたいなという意味でこういうことしてます。ファンはファッションを真似することで彼らに近づこうとする。ムーブメントとかを起こしたい人だから、そういうのは嬉しいです。ビジュアルバンド、その中の四天王と呼ばれてることについてはいかがですか。そういうふうに送られるのは別に、まあ、僕らとしてはどうでもいいって言ったら変なんですけど、まあ、僕らの意識としてはやっぱりファナティックってバンドをやってるってことでしかないから、ステージに立つっていうのはやっぱり昔から歌舞伎でもそうですけど、メイクしたりとかで、後から知ったんですけど、ニュースキャスターの方にしても男の方でもメイクして出られますよね。それと同じ気分で、ステージに立つ時に、まあ、靴を変えたりとかするじゃないですか。服を着替えたりとか、そういう感覚でメイクをしてます。
彼らにはファッションに対するタブーはない。自分たちが表現した衣装を自分たちで決める。果たしてお母さん世代はビジュアル系バンドをどう見ているのであろうか。素敵じゃないですか、うん、うちの庭のお花の色に似てるなとかって思っちゃって今女の人みたいなお化粧してるんですね。いやー、ほんとこれはゲイかなんかじゃないんですか。私の子供だったら嫌ですね寝る前に化粧水、ナイトクリーム、美容液ぐらいは、あと毎朝あのビタミン C たっぷりの C 線のレモンの飲み物を飲んで、うん、ビタミン C をたっぷりとってます。モデル用の石鹸があるんですけど、その石鹸をあのね、1個2500円ぐらいするんですけど、はい、うん、それを使ってメイク落としたりとか。ビジュアル系バンドを研究している音楽ジャーナリスト井上さんは、内面は優れた外見から作られるという。従来とは正反対の図式が生まれ、化粧などにより綺麗な男になることで男を強く表現、またそれを女性も認めているという。ビジュアル系バンド世代にとってはまず外見を磨くということのようである。あのシャズナのイザムさんにはたまたま私インタビューする仕事がありましたね、はい、間近で拝見したんですが、やっぱ綺麗だなと素直にそう思いましたよね。そうなんですよね、まあ、ごく普通にも会話する分には、まあ、男性でして、もちろんお付き合いする人も女の人ということで、まあ、本当にごく普通の思考を持った男の人たち、まあ、そういった人たちがメイクをするということでちょっと不思議だなと思ってしまったんですよね、まあ、そこでどうしてここまで綺麗にするのか、その美へのこだわりを、まあ、中心に伺ってみたんですが、やはりこう毎日ビタミン C の入ったドリンクを飲んだりですとか、またメイクには自分で30分以上もかけてやったりですとか、肌の手入れもちゃんとなさってるんですね。そうなんですよね。そしてまあお化粧もですね、まあ、いわゆる動乱といったような、演劇舞台用ではなく、女性用の同じ化粧品を使ったり、まあ、そのようなこだわりを持ってるといったことでしたね、まあ、一方そしてこういったあのビジュアル系バンドを支持する女の子たちに話を伺ってみたんですが、ただ単に音楽を聴いて憧れるだけではなく、そのメイクファッションごと取り入れてしまうといったようにですね、男の子は男の子らしく、女の子は女の子らしくといったような男女の垣根がもう全く今はないんだなと感じましたね。南さんどうご覧になりました。以前よりビジュアル系も随分美形になってきましたけど、私はやっぱり化粧した男は邪道だと思います。お化粧は女の特権ですよね。